はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日は皆さんにこのヘルコニアを使ったアレンジメントを紹介したいと思います。まあ、このヘルコニアって、まあ、カニとかエビとかによく似てるんですよ。じゃあ行ってみよう。どうぞ。今日はこちらのこの器を使ったアレンジをしていきます。まずヘルコニアを刺します。はい、ヘルコニアが入りました。2本入れていきます。でここでこのクロトンっていうね葉っぱを入れていきます。まあ、今回でいうとこれが一番の面の葉っぱですかね。こんな感じです。次にこのリューカデンドロ君を入れていきましょう。はい、こちらでリューカデンドロ君が入りました。次にこのルスカス君を入れていきましょう。ちょっとこう短めにこう中の方に入れるような感じで入れていきます。はい、ルスカス君が入りました。では最後にこのアンスリウム君を入れていきましょう。はい、こちらで完成です。まあ正面正面から見てるからどうしよう。でもまあじゃあ邪魔な僕がいなくなって見てみましょうか。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなかこう大きい、ね、スケール感があって良いかな。まあ、刃物の使い方とかがポイントなんですけれども、あとはこの植物の向きですね。割とヘルコニアのアンスリウムも向きがありますから、その向きをどういう風に向けるかによってアレンジがまとまったりまとまらなく見えたりします。そのあたりは気をつけてください。ではですね、今日はこちらのヘルコニアのアレンジメントを皆さんに作り方を見ていただきました。また次回素敵なアレンジメントや花束の作り方を皆さんに教えたいと思います。